私のファンはね、40歳くらいが多いんじゃない？おっさん？基本おっさん。私の主なリスナーは、ちびのおっさんとか、なんか離婚して寂しいおっさんとか、あと多いのが風俗嬢。と、あと、暇な時間にラジオで流したい専業主婦かな。ここら辺が多いと思う。ななしは、厳しいって。厳しいって。あ、わかった。ジョージです。叩いてたやつ見てる？叩いてたやつ見てる？とか言ってたやつです。ごめんって、ごめん。私はあのツイート消さない、消さない、消さないよ。もう一生置いとくよ。消さないよ。追消しなんてしないよ。人引いちゃった時中野警察署で泣いたら、そら泣くわ。泣きたい無謀やけどな。29歳、ちび、腹で、脇が、息草、息でき。いや、こっちが息できない。ごめん、こっちが息できないんで。早く死んでどうぞ。早く死んでどうぞ。厳しいって。本当に厳しいって。こんばんは。まだこんばんはの時間やな。こんばんは。さあ、皆さん、ラゲームにね、興味ある人もない人もいると思うんですけど、お給料はまだ入ってませんが。いただいてた、お前ら、見てる？もうさ、もうほんま嫌なあ。あのさ、ほんま、もう悔しい、私は。ほんまに悔しい。マジで悔しい、ほんまに。そのさ、まあ、ついとったスポンサーもそうなんやけどさ、そういうチームって知っとったんとちゃうん？てか、沖縄のことやってな、入った時に言えよ、これならって。で、今回さ、チート疑惑が出て、で、みんなで沖縄をチートチートって攻め立てて、で、拳を振り上げとったんやけど、え、チートじゃなかったですよって言われて、もうみんな拳の振り下げどころ？どこにこの拳を下ろしたらいいんやがわからんすぎて、でも、もともと沖縄はチート使ってたじゃないかとか言ってさ。な、入ってもあいつも一年ぐらい経っとったか。一年ぐらい経つのにさ、今更になって、やっぱり元チーターはダメですとか言ってさ。あいつ別に競技出るとか言ってないやん。ストリーマーとしておるってだけやったやん。ほんま振り下げるところがないけんって、もう俺だったら最初から言っとるよ、お前らは。入った時からな。そう、契約にごちゃごちゃ言うべきで、チートの件で振り上げた拳を下ろせないから、そこ叩きに行くって。それちょっと筋通ってなくない？そう。で、契約解除しなければいいだけの話なんやけど、するんよ！もう、聞いてない私、沖縄守るって話じゃったやん。聞いてない私、何も聞いてない。お給料も入ってない。もう、どうしたらええねん。あちゃもはんありがとう。そう。もう、私さ、昔自分が契約切られた時のこと思い出して、今さ、もうトラウマなってる。あ、もう無理、無理、無理ってなってる。もう、まあほら、切った方が早いわかるよ。聞いてない。何も聞いてない私も。でも、ほいくんはなんかその、いて電話かかってきて、その、沖縄城だったから、よかった、本当に、みたいな感じで喜んどったけん、なんかそれもかわいそう。でもまあ、スポンサーいるからって言ったけど、もともとスポンサーもそれ込みでついとったはずなんやけどな。もともと草やってました、不倫してました、人権発言で炎上しまくって海外からも叩かれまくりました、みたいな、奴ら入ってるチームですで、なんかその、CM みたいな。なんで CM ちゃうわ。あれなんだっけな。プロモーションビデオみたいなの撮っといてからやで。あ、公式書ありがとう。その城はほんまに城だったよ。けど、昔やってたのはやっぱ事実みたいな。いつだっけな、高校生か中学生かくらいの時に、なんかまあ本人曰くはな、兄貴がチートを使っとって、家のパソコンで。で、それで自分もプレイしたから、チーターって言われたって。まあでも、本人も多分ちょっとはやっとうと思うよ。そうは言うけどな。でもそれはやっぱり、まあ確実な話で。で、今回疑われたのは城だった。それで加入前のやらかしが言われるんだったらもう全部アウトやん。私もアウト。もうフィスカー君やってアウトだったし、ネゴ君やってもうスーパーアウトだろ、どう考えても。いや、その、でも、フォイ君はちょっとかわいそうなわ、ほんまにな。うん。なんかまた、フォイの彼女連れやめろって怒られるかもしれんけど。だってまあ、彼はゲームのこととかあんま分かってないよ。バロラントのことやってさ、ブロンズだったらチーターとかおらんやん。正味な。ブロンズ隊にチーターはいないんだよ。ボーイ君はチーターのこととかあんま分かってないんだよ。それを責めるのがかわいそうだわ。そう。じゃあ猫君はなんでいけんねんって、スーパーアウトやろ、あいつこそが。ボーイはもう終わりって言うけどさ。で、まあ、それは、まあ確かに沖縄が昔やったことが悪いよ。あ、やばった、ありがとうね。そやで、ブロンズのやつにチートがどうとか分かるわけないやんけ。ブロンズのチェンバー戦に。COD の時、チーターのハックアカを使ってたオーナーにクソ叩かれてたら意味わからん。同業はやっぱ叩くんかな。え、そうそうそう。チートがダメなのはもちろん当たり前やけど、沖縄が入った時点でじゃあ言えよって。今怒りのやり場がないからって、そっち行くんっておかしくない？そう、小人を罵るために、大麻を吸うためには、じゃあいいんですかっていう話。そうやろ、ブロンズのチェンバー戦だったら無縁やん。そんなやつに言うたってしゃあないの。
でも普通そういうやつは雇わんから普通じゃないチームっていう触れ込みだったやん。じゃあなんなんノイズイフォックスってさ、普通に綺麗なクリーンなチームとしてやっていくつもりなん。じゃあ絶対私無理やん。で、僕も無理やん。そう、で、フォイ君普通に今ちょっと心病んでそうで。あ、バンド圏で数字を持ってる人が話題に出すきっかけになったし、みんな言い出せさんだと思うよって。で、それまあ、その、きっかけになってみんな言い出せたって言うんだったら、で、今回このきっかけがなかったら別に普通に言ってたわけやん。これは、その、大手の人が口に出してくれたから、それにみんなで乗ってお祭りして、なんかその沖縄を辞めさせる流れを作ろうみたいな感じでさ。いや、普通にちょっと怖い。別にそこまでだって思ってないやつ大半だと思うんよ。だってあいつ競技出てないんよ。元チーターやから、あいつはもう大会とかには出れんのよ。出れんから出てないんよ。本人もう出るつもりないって言ってんの。けど、ストリーマーとして、まあ、やっぱ強いわ。やっぱ強いから、ノイジーでコーチみたいな感じで、プレイヤーのことを切磋琢磨して、こう、その子らを伸ばすみたいな役割でやっていきますって話をしてた。だから、その、いや、大会に、シーンに出たらどうこうとかやけど、出てない、出るつもりもないのに、今になって急に言い出すんは、みんなこのお祭りで沖縄燃やして楽しもうっていう心しか見えんくて怖い。で、競技には関わってなくて、ストリーマーとして別にやってるぐらいだったらさ、勝手にやっとけじゃないの？そう。なぜストリーマー枠で入ったかって、あいつが競技に出ないから、大会に出ないからだよ。そう。私はこれは正義を盾にしてストレス解消しているキッズが多いと思うので、イラつきますね。コーチ、だからストリーマーやから、チームの子らのスパーリングとして、デスマッチするぐらいが、いい関わり方やん。それで競技に関係してる、出てるってなる？別に、コーチって言いながら、競技の場に出てくるわけじゃないやん。事務所でみんなとデスマッチするくらいよ。で、沖縄と打ち合いの、なんだろ、打ち合いで、そう、打ち合って、沖縄の強さを盗んでいくぐらいの。その関わりも、やっぱ一度でもチーターを使っとったら、自分らの目の届かんとこでもそんなに嫌かっていう話や。え、そう、活動内容は話題になる前から公開してたし、フォイも言ってたし、沖縄も言ってたんよ。もう競技には出られないんで、まあ、一体その沖縄を謝らせてみるけど、でもそれでも多分無理だとは思うから、まあ、チームでスパーリングさせるくらいになると思うっていうのは言ってたよ。ずっとね。後からじゃないよ、これは。まあ、解雇は正味仕方ないんやけど、解雇は正味仕方ない。これでさ、なんかその、もうほんまに悪いアカウントが、やっぱ黒だったんやとか言って言いふれ回っとんかな。別に今回黒じゃなかったのに黒だったことにしようとしてんねんな。もう叩きたいだけやん、それ。ほんまに死ぬまで許さんの。まあ、でもそう、沖縄に謝罪をさせてないのは、まあ、ちょっと、良くなかったかなと思う。どっかで、さっさと謝罪配信みたいなのして沖縄を坊主にしとれば、多分ね、今もこんなことなってないとは思う。そこは確かにちょっと甘かったと思うよ。そう、ノイズイとしての沖縄の謝罪配信はなかった。やらせるやらせるってフォイ君は言ってたけど、まあ、結局その、ノイズイ本体がごちゃごちゃしてたのもあって、まあ、できてなかった、ね。まあ、まあ、まあ確かにね、スポンサーを、頭良くなかったっつうか、じゃあつくなよ、しかないね。ゲジロありがとう。そう、形だけでも沖縄を謝らせとけば違ったと思う。まあ、実際その、ミューチの中でもさ、ポイがお前沖縄も坊主にしろ、坊主にして謝るぞとか言ったけど、坊主だけは僕、坊主ほんまに似合わないんで無理です、みたいな、やりとりは実際あった。もうお前坊主にせなんだら誰も納得せえへんちゃみたいな感じで。でも坊主だけはどうかとか言って、じゃあ虫食うかみたいな話はしよったわ、しよった。まあ、丸坊主にしてればまた違ったかもしれん。まあ、どうせ伸びるけどやっぱそこを嫌がったのも沖縄があかんかったとこかもしれん。坊主で許されたのはあれだろ。峰岸だっけ。でもその、見せしま感って好きじゃないかもしれんけど、みんなが納得するのってじゃあどういうのって言われた時に分かりやすいからな、坊主は。今回の件で沖縄の存在を知ったから許せなくて、だって、まあ別にそれはもうしゃあないと思う。昔チートしとっただけだけで、まあ叩かれるもしゃあないんやけどな。ただ、なんかそんなにムカついてもないけど、なんとなく気に入らん件燃やして辞めさすっていうのが、私はまあ、まあなんていうか自分の時思い出して、普通に、いや、なんか。とりあえず、お、このキャンプファイヤーに俺も参加しようっつって、みんな枝持ってきて、えーって投げてんのが、そんなに嫌いかって。え、お前ら今まで興味なかったやんって。なんか急に嫌いになって小枝投げてくるやんみたいな。どうしたんって言って。それで今沖縄はまあどうなってるか知らんよ。泣いてるかもしらんし、キロッとしてるかもしらんけど。そう、元チームうんぬんで荒れて契約解除だと思うんですけど、ノイズイ加入の時に言えばいいのになんで今更荒れてるんですか？元チームなんか前から知ってて今に始まった話じゃないのに、白だったからという負け惜しみだと私も思ってます。そうなんですよ。だから、白だったでも元チーターやんけって言って振り下ろして沖縄は死んだ。死んだ。でもね、やっぱ力あるんすよ。力あるんですよ。みんながそうやって言ったら、白だったのに、今まで言われてなかったら沖縄やっぱクビになるんすよね。
ただその、まあ、チートだからじゃないですかっていうのも、もともと分かっとった話で、じゃあなんで1年間ほっとったんって。で、白角って出てから、でも元チーやんって叩き始めて、解除、まあ、スポンサー解除というか、首に追い込むっていうのは、なんていうか、筋が通ってない。今更。加入した当時もそこそこ話題に上がってたのに、ちょび配信者が沖縄の件に今更言及してるのはさすがに業界に興味なさすぎじゃない。まあ、それも時流に乗って、みんなが沖縄叩いてるから、ここで沖縄叩いとけば、俺の株も上がるだろうっていうのが、著名な配信者も、ちょっと、そこも思ってやってるんじゃないんですかと思いますね。じゃあ入った当初に言っとけばっていう話。ずっと沖縄を叩いてたやつだけが今も叩けよ。なんか今になって、ノリに乗って言ってるやつが、私は腹立つ。嫌い。そう、後出しやもん、全部。どうやったらもう最初から沖縄市内、うお、こんなん入れたノイジー、早く解散しろ、早く解散解散解散、うおーって書きまくってたやつは正義。そいつが一番強いよ。ノイジー加入当初から沖縄を叩きまくってて、首にしろ首にしろ首にしろってタグつけて書きまくってたやつが正義、マジで。そいつは応援する。お前は正しい。そう、石を投げ続けたやつだけ今も投げていいよ。途中から、お、投げてるなみんな。じゃあ投げようは、キモい。キモいよ。でも、開示請求するや言うて、まあ、多分、まだ息もしてないっしょ。なあ、そうやね。プロチームは、チートに関わるなっていうのは、至極ごもっともです。フォイとツージーが、チート業者と相互フォローのは何なのって。その、チート業者に、沖縄がしろっていうことを証明してもらうために、なんかログをもらうかなんかのため、だったんかな。だから別に、まあ、チートを容認してるとかで、まあ、チート業者と、確かにその、連絡取ったりするとか、相互フォローになるっていうのは、確かに、かなり迂闊です。迂闊だと思います。私もなんでそうやってしまったんだと思うんやけど、ただそれくらいしても、沖縄の無実を晴らしてあげたかったってだけやから、しゃあないや。だから、言ってるやろ、フォイ君は、ブロンズのチェンバー戦やから、そんなチート業者と連絡取ったらやばいとか、そういうことまで考えてないのよ。考えてなかったんやから、しゃあない。だろ、そんな人を責めてもしゃあないけん。まあ、ツージー君はプロゲーマーやけん、そこら辺分かっとったんかもしれんけど、まあ、やっぱ沖縄がおらんくなることをやっぱみんな危惧してたんだろうな。沖縄が黒認定されてしまったら、まあ、やっぱ痛手だと思ってたしね。まあそう、オーナーとしてどうなんて言われたら、でもレペゼンなんよ。そんなちゃんとした企業ちゃうけんな。レペゼンっていう、まあ、成り立ちを知っとる人ってそんなにおらんかもしれんけど、もうただの YouTuber な。YouTuber、もう、じゃあ同級生みたいなので YouTuber やんりょって、おしっこ飲んだり、虫食べたりしながら、どうにか頑張って上がってきて、まあライブとかも確かにいっぱいやってるよ。有名になったよ。けど、そのライブやってさ、もう直前でドタキャンしたりとか、もうライブ中にテキーラ飲みまくって、もうヘベレケになってどうにもならんくなったりとか、で、そういう人がやるとこやから、なんかね、チームのオーナーとしてどうなんとか言われても、でもレペゼンやしなって感じにはならんのかなっていう。もともとレペゼンがそんなちゃんとしてるか？してないよ。そう。でもやっぱり、まあゲーム界に入ってくるんだったら、ある程度ちゃんとしろよっていう気持ちはわかる。別にな。まあ今のそのプロゲーム界ってみんなちゃんとしてるからな、割と。でも、なんか、今多様性って言うやんか。なんかそういうさ、グダグダなチーム一個くらいやってもさ、良くない？そんなに嫌？めっちゃ完璧でないと嫌？オーナーがちょっと抜けてるブロンズのチェンバー戦だと嫌？そんなに。みんなさ、あかんかな？あかん。もうやっぱ、フォイ君にはちょっとなんか幻滅したみたいなみんな言ってて、まあ、私はやっぱかわいそうかなと思う。あの子はだってゲームの畑の子じゃないもん。うわ、多様性って言葉は言い訳のためにあるわけじゃない。それはそうです。それはそうです。わかった。俺が悪かった。俺が悪かった。まあでもそう、結局まあ沖縄ってさ、今回、まあクビになっても、まあ動説とかも爆増してんの。なんか4000人くらいおるんやって、今。動説も4000人おってやで。ほんでまあ、クビになったかもしれんけど、もう、ほんま信者は絶対的な信者がつくから、言うて沖縄は得したんやもん。ノイズに入っとる時点でな。だからフォイ君が今罪の意識とかを持ってるんだったら、それは違う。もうフォイ君はノイズに入れてやることで沖縄を、まあ、その、あんまり良くない形だったけど、表に出してあげて、信者いっぱいつけてあげれたんやけん。フォイ君は十分助けてあげたと思うから、まあ、今回、その、エペ部門に力入れるっていうのもあって、解約もしろって言われたんだろうな、上からな。知らないけど。だからその決断をね、こう、いや、かわいそうなことしたら守ってやれんかったなって思うんじゃなくて、まあ、十分したし、もういいっしょぐらいで捉えてほしいね。そう。まあ、沖縄の城だって、まあ、フォイ君がさ、そのチート業者と連絡取って、ライオットと連絡取ってってせなんだら、沖縄ってもう、
うわ、まだチーター使ってんのか、こいつ死ねみたいな人になってて、同説もね、もう100人以下みたいになってたと思う。でもそれを、フォイが頑張って証明したことで、フォイの株は確かにめっちゃ下がったよ。けど、沖縄は、白確定して、チーターって間違われるほど上手いんだよ、この人すげえみたいな、やっぱりその、ちょっとした信者がつくやん。それでこれからも絶対生きていけるから、あいつ自分の株を下げてまで沖縄を救ってやったら、すごいやつだよ。まあ、その、フォイの株は下がってないぞって言うけど、まあやっぱりその、SNS とかを見ると、フォイ幻滅したわ、みたいな人はやっぱ結構いた。で、今このコメント欄にも、フォイ君がまあ言ってることがちょっとまあ迂闊で苦しくて、みたいな。別にまあ嫌いじゃないけど、ちょっと株下げたなって人は正直ちょっと、まあ、参見された。けど、まあけどやで。まあ、実際そのフォイ君は多分その、まあ、田舎ヤンキー特有な感じで、仲間を守ってやりたい、信じてやりたいみたいな信念のもと別に言ってるから、ちょっと迂闊だったけど、悪いことって別にしてないやん。守ってやりたかったってその気持ちで言ってるから、例えばまあそのお金をね、誰かから取るために詐欺したとかじゃないやん。だから、まあ、保育守ってあげたんやな、偉いなっていう人ももちろんおるから。叩いてたやつ見てる？叩いてたやつ見てる？とか言ってたやつです。ごめんって、ごめん。もう、わかったよ。え、でも、実際、あれ白やったから、別に私謝らんよ。謝らんよ。だってあの時白だったもん。あれで黒 99% 確定って言ってたやつは今でも、え、見てる？白やったでって、言うよ。言うよ。言うけど解除されてしまったらもう何も擁護ができない。悲しい、俺は。そう、フォイ君はそうやね。経営運営には向いてなかったと思う。演者で出るのがやっぱ一番向いてる子やしね。私あのツイート消さない、消さない、消さないよ。もう一生置いとくよ。消さないよ、そんな。追消しなんてしないよ。PC をハックされて、で、チーターがそれに20分くらいプレイして、で、その、まあ、チートを使ったから、チートツール検出でバンされたらしいから、まあ、その、ハックしたやつがチートを使ってたとこまでは確定らしいよ。ちなみに別にチートのことはよくわかってるよ、私はね。だからでも、まあ、元チーターなんて、だって入っとう時にわかっとうことやから、今更言うことじゃないと思ってたよ。で元チーターなんてみんな知ってて、1年間やってきたやん。ほんで今、チーターって疑われて白やったから、ま、さすがに、なんか、その、擁護するよ。チームもなしやし、実際チートじゃなかったんやからね、今回は。その元チーターやけど、擁護するんかって言われるけど、そんな入っとる時に分かっとうことないよな。私って別にチーターは死ねと思ってるよ。けどチームに入ってみんなが許されてた雰囲気の元チーだったから、ちょっと待って、この雰囲気ってこの空気感ってお前ら作ってたことないみたいな。なんで今更、あかんよみたいな。え、一年もほっといてってびっくりした。なんかもともと俺たちは言ってたみたいな雰囲気出してくるもん。何言いたいだけやん。格ゲーもチートってある。けど、格ゲーはチートってあるんやけど、大きい大会とかはオフラインなんよな。つまり、インターネット経由じゃなくて、もうその場で、ローカル対戦でやるわけ。だから、チートを差し挟む余裕っていうのがないのよね。まあ、格ゲーのチートって言ったら、オートで下段しゃがむとか、まあ、そっち系になるんやけど。でも、格ゲーのチートとかはやっぱ分かりやすいな。遠くでしゃがんだ、あ、じゃ遠くで下段出した相手がなんか遠くでしゃがんでるみたいな、結構分かりやすいような。チートの形にはなるから。で、まあ、あと、まあ、そもそもやっぱオフライン対戦で大会をやるから、大会にチーターが出張ってくるってことが、まあ、ない。していいってことで、もちろんあかんし、まあ、ナムコがバンしてる、そのチーターはね、チート検出した人はみんなバンしてますよ、つって。ナムコがバンはしてくれてる。けど、やっぱりどうしても、まあ、たまに出てくるのは来るみたい。沖縄首、猫くんは行方不明。タルカを去ったらもう初期のコンセプトなくなるよな。フィスカーくんも行ってしまったしな。給料は、ちょっと今、もう一回確認しますね。給料は、振り込まれてないですね。振り込まれてないですね。いや、私だって給料がなんか振り込まれてないよ。ないけど。連絡しても、なんか、無視されてる？確認しますから、ちょっとね、もう3日ぐらい経ってるんやけど。いつやったっけな。今月の請求書も送ったんですけどね。26やね。26に、確認お願いしますって言ってから帰ってきてないよ。お、賃金ハック行かれた！勘弁してよ、ほんまに。私、何のためにここおんの？お、賃金。いや、もうやめた。もう、フォイはさすがにかわいそうやから、私が連絡してんのは、その、マネージャーみたいな、運営の方に連絡してる。
そう、ラジオのイベント出てくれたから、私は、その恩は返したいね。確認します的な反応はあったよ。あったけど、今、26に確認しますから、今29になって何もない。ないよ。いや、でもね、多分私は舐められてるから、給料未払いになったと思うけど、APEX の子たちとかは、まあ、ドイツも決まったんだろう。めっちゃ強いから、多分そっちはちゃんと出てんちゃうかな。で、タヌカノも、割とどっちでもいいな。ちょっとこいつに給料払うのちょっと嫌やな、みたいなとこになっとる気がする。なっとる気がする。契約書も巻いたはずなんやけど、5月くらいから帰ってきてないし。契約書ってな、みんな知っとる？できたら、私にも読んでもらって、で、こう、なんだっけ、なつ印だのか、なんだろ、いろいろして、こう、一通ずつ持ったりするじゃないですか。多分舐められとるんじゃないか。まあ、それかもうほんまに今忙しすぎて、無理ってなってるか。まあでも今大変なのは分かってるからな。私も早く金をよこせとかは別に言わんないけど。ストリーマーもゲームを通してお金を稼いでいる以上、その責任は逃れられないのかもしれないですね。まあそれやな。ほんまはさ、ゲーム会社が出したゲームを使ってお金を稼ぐっていうことはね、法律としてはちょっと、まあ、禁止されているとか、まあかなりグレーなとこではあるんですよね。けどまあゲーム側が容認してくれてるから、うちらストリーマーだったりとか、まあプロゲーマーっていうのはほんまにめちゃくちゃ敬意を払ってゲームしなきゃいけないんですよ。それで金稼ぐことは、絶対やったらあかんのに、お目こぼししてくれてるからね。チームサイトもまだ見れない。あ、ホームページ繋げた。ちょっと見てみるか。なんかホームページ繋がらないんですけど、みんな言ったんや、ノイジー。ノイジーフォックスのサジェストに沖縄って出てくるわ。ホームページ繋げるよ。DJ4 って出てくるけど、簡単にイージーゲームなんて言わせないっつって。ストリーマーちょっと見てみますね。ストリーマーは、ちょっと待ってよ。あ、もう今、私までしかおらんの。ストリーマー、ちょっとバロラント見てみよう。バロラント、エイペックス、押しても、押しても繋がらんくない？押しても繋がらないよ。繋がらないよ。単価な婚活中にした。今、ストリーマーは、私とホイ君とワキ君だし。どうせそう、5、6千いっとるってことはもうそれ一本でやっていけるからな。沖縄はそうやって羽ばたいていった。謝罪してないと思う。ないでしょ。謝罪してないです。まあ、だからそこが言われるとこなんだろうな。沖縄信者さん。まあでも、若い子はやっぱ好きじゃない？なんかチートって疑われたけど、白だった、めっちゃ強い、競技には出られへんけど、最強みたいなさ。立ち位置の配信者とか言ったらさ、まあ、若いやつ憧れるもんわかるよ。おるんちゃう？やっぱり。脇くんは多分、バロラント5回くらいしかしたことないとか、そういうレベルなんじゃない？いや、知らんけど。あまりに、ゲームとかも配信とかもやってなさすぎて、彼の情報がない。田中さんはね、昨日久々に鉄拳をやりました。いつぶりだろう、ほんまに。3月ぶりくらいにやったんじゃないかな。4ヶ月ぶりくらいか、じゃあ。3、4ヶ月ぶりくらいにやりました。そこそこ楽しかったです。沖縄はまあこれから多分配信者として、ある程度の地位を確立して生きていけるだろうから、沖縄得したと思うよ。鉄拳のイベント楽しみにしてます。じゃあ、耳遊びに来てな。お前、初めてのちょっとわかるけど、空気読めや、今。清潔感のうち、匂い、髪型、肌、服装、4つでランキングつけてみてください。空気読め。空気読めや。でもまあ、わかった。空気を変えてくれようとしたんかな。じゃあ、匂い、髪型、肌、服装の4つでランキングをつけてみてください。匂いって言っても、じゃあ、激臭みたいなことやね。激臭だったらもう、人として扱われへんから。まあ匂いが臭いっていうのがやっぱ一番上かな。まず匂いがないこと。で、まあ肌とかは清潔感だろ。じゃあまあ、匂い、服装、髪型、肌かな。まあ肌汚くても清潔感ある人ってまあ別におるかな。で、臭かったらもう人として扱わんよ、普通に。あの人かっこいい。え、臭みたいになったら、え、無理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 、無理無理無理みたいな。なるなる。猫見せます。誰かおるかな。ケツ見えてた。いいんじゃない？ちょ、謝罪の時はなんか肌出すっていうのは、まあ、よくあることじゃないですか。いいんですよ。私のケツくらいで何かが許されるんだったらそれでいいんですよ。謝罪の時には、乳か尻を出す。これは当たり前の話やで。私は大人やからそういうとこ心得てる。別に謝罪してないけど。私、昔さ、
言ったやん。そのエボっていうめっちゃでかい大会で、初戦敗退したことがあるの。その、アメリカ、ラスベガス行って、40万くらいかけてもらったな。で、初戦敗退して、やることないまま1週間みたいな時があったの。で、そっから帰ってきてさ、配信でもめちゃくちゃ叩かれるん分かってたから、その時はね、ま、こういう、なんていうんだ、タンクトップにこう腕出した感じの、ちょっとエチチな格好をして、しかもうなじもちゃんと出してね、お団子がなんかしていったのね。そう、そしたら、そう、コメント欄で叩きに来た奴らが、え、ちょっとエッチじゃない?つって、こんな女の子叩いちゃダメだよ、ブヒーとか言って、なんかあんまり叩かれんかったの。なんか、いや、さすがにこの女の子叩くんはちょっと、みたいな感じで。当時24歳くらいかな。そう。だから、やっぱ女はね、謝るときはやっぱりね、肌とか乳とかケツとか出した方がいい。そう。アホしかおらん、ほんまに。いや、やっぱりこのタヌカナちゃん叩くのは無理だよ、俺、とか言って。ちょっと俺は一抜けするわ、とか言って。まあでも、それでも叩くやつはおった。ザコシしたタヌカナさん、見てますか ?WWW みたいなのおったよ。けどなんかこう、ちょっとその時塩らしい感じで。今も動画あるかな?なんか塩らしい感じで、こう、二の腕めっちゃ出してたから、なんか、え、ちょっと俺叩くのやめるわ、みたいになってたもん。でも、スポンサーついて、なんか強いプロって言って、初戦はたいてたら、まあ、さすがに叩かれてもしゃあないよ。あの時、まあ、しゃあないだろうなって思ってたもん。まあ、てか、まあ、謝罪っていうか、悪いことしたっていうんじゃなくて、なんか、うわ、ダッサーって叩きに来たみたいな。そう。なんか、生きてる女が、初戦敗退して、ダッサー叩きに行こうからの、ちょっとエチチな格好だったら、ちょっと、おちんちんが元気になってきちゃったから、今日はこの辺で許してやるよ、しこここ、みたいな感じじゃないですか。悪いことしたら、多分きっちりした服の方がいいと思いますけどね。そうそう、まあまあ。期待を裏切ってしまったというよりかは、まあ、生きてたのにお前弱いやん、とか、それくらいやから。そう、煽りに来たやな、そうだね。でもなんかその、ちょっと塩らしい感じにしてる女の子を、なんかおっさんたちが煽るっていう構図はちょっといじめっぽい感じになるやんか。まあ、生きてたら多分叩かれてたけどね。だから弱そうにして、こう泣きそうな顔でエチチにしてたらあんま叩かれへんよって話。男、ちょろすぎ、わろた、わろた、ぷ。あんなん100は私が悪いのにな。弱、みたいな。寝不足とか知らん知らんって。弱、それで許してあげようや、とか。次にもチャンスあげる。ならんなら、男やってみ、そのまま即クビやわ。アホしかおらん、ほんまに。でもそんな私は、ちょろい男が好きだよ。ちょろくてバカで可愛いから。いいの?わかりやすくて。女も、まあでも悪いことした時も、スーツでいいよ。でもスーツもちょっと体がピチッとして、ちょっとエチチじゃんみたいなところをどこかに残しておけば、まあ、お乳ちょっとパツパツにするとかな。その方が男がマジで味方になってくれる。こいつの味方したら、もしかして俺、やれんじゃね?みたいなアホがいっぱいあるからな。処世術や。うなじとお乳と。まあ、お乳は、やっぱ、スーツとか、シャツだと出すことできへんから、ピチピチのシャツ。安いコスプレみたいなちょっと伸びるシャツとかでいい。それでピチンピチンにした方がいい。絶対。守ってくれるから。あ、でも謝罪の時もそうやな。ごめん。エチチ要素あった方がいい。でも、真面目に見せつつエチチね。だから、女が見たら特に気にせんけど、男が見たらエチチってなるぐらいを守るといいよ。面接ピチピチはまあまあ、店長がおっさんとかだったら全然聞くと思うよ。男は、坊主かな。で、一番は坊主かな。でも男ってな、ほんまに、どこまでしたら許されるかって難しくない?全裸とかしたら別に捕まるしな。だ眉毛全剃り、髪の毛も全剃り。あと男って何で許されると思う?あ、マジ、ごめんなさいのタトゥー入れるとかか。それはいいかもね。あ、でも、男の場合、これやわ。おもろかったら全部許される。多分これやわ。謝罪でもなんで、おもろかったら OK。そうよ、確かに。エイコーもなんか、女子高生とかだっけ?なんか、陰講だったかなんかやったもんな。けどなんかおもろいから許されてたことない。野村はあかんことない?あれ一番あかんやろ。泣いて許してもらおうとして、全員から、うわ、こいつあかんわってなってたやん。なんか仕事とかそういう釈明の場で泣く男っていうのはほんまに人間として見てもらえんけん、絶対泣いてあかんよ。泣いてギリ許されるんが女やけど、男は泣いたらその時点で、うわ、こいつもう人間としてダメやって。そういうレッテルを貼られるよ。絶対あかん。野村か。野村じゃなくて。ゲイコはおもろいし、それを自覚してなかったから許された。意図的に社内の場で受け狙うのは許されない。あ、じゃ意図してない感じで面白くするか。むずいな、でも。可能。あ、可能じゃなくて可能なんだ。
まあ、沖縄だってそもそも謝ろうとしてないで。それがあかんだろ。私、カノウかと思っとった。え？カノらしいよ。あ、見た見た。野々村が今、人生相談を1万円で請け負っているって。まあでも、そっち方向に振り切れたのは良かったんじゃないかな。女はやっぱ基本泣いたらもうそれ以上追求したらした方が悪い。する方が悪いってなるからな。泣いたらそこで終わり。にできる。まあでも、そのネットで一躍有名になった人と会ってみたい、話してみたいっていう人はいっぱいおるよ。ステップ細胞は、どちらかといえばない。どちらかといえばない。私さ、多分そのね、対談、一番相談の野々村の対談の記事見たと思う、私。見た気がする。なんであんなことしたんだろうな、私もわからへん。狩野英孝で変化モデル。じゃあ、野々村って、まあ、言ったらすごい失敗したというか失脚したわけやけど。めちゃくちゃだな。失脚をしたわけやけど。でもそっからさ、1万円で人生相談で生きていけるんだったら、そっちに振り切った方が絶対いいからな。まあ、私泣く男ってほんまに無理かな。まあ、わかる。例えばやけど、感動するような映画を見て、感動で泣く男っていうのは、まあ、可愛いじゃないですか。まあ、でもそれ以上はもう無理ですね。仕事でなんかミスって自分のせいとか追求された時に、なんで俺がみたいなのとか、その別れるってなった時に、別れたくないって泣く男はマジで無理ですね。あ、甲子園で泣くとかは自分で頑張ってきたことで。例えば、大会で優勝して嬉し泣きする男の人。まあ、これも全然かっこいいと思います。ただ、女に振られるん嫌で泣くとか、仕事で失敗して詰められるん嫌で泣くとか、無理。普通に。生物として無理。はい。今度燃えたら許される謝罪会見の手本を見せて、ということで。でも私は別に許されなかったんで、もうお前ら全員死ねみたいな感じで言ったんで、別に許されてないんですよね。許された人って誰が、じゃあ、その狩野英孝を見ろよ、別に。私は別に許されてない、ずっと。人引いちゃった時中野警察署で泣いたら、そら泣くわ。泣きたい無言やけどな。あ、わかるわかる。涙のサムネを使ってる男 YouTuber とか。無理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 。やっぱりね、残念ながら泣いていいのは女だけなんですよ。涙は女の武器ってそうなんですよ。男は泣いてあかんんですよ。残念ながらね。キモって思われるだけやからな。職場で泣くな、お前ら。ほんまに。いや、まあ確かにかわいそうだと思うよ。俺たちは泣き言を言うことも許されないのかって。かわいそうだと思うけど。でも許されんのよ。残念ながらな。いや、でもね、女の涙は、年結構行っててもいけると私は思ってます。で、お前さ、職場のさ、おばはんがさ、もう何々さんしっかりしてくださいよって詰め寄ったらさ、おばはんがごめんなさいってこう、ポロって泣いたらさ、そのババア潰れるか、うわ、きっしょってならんやん。うわ、ちょっと言い過ぎたかな。女の人泣かしちゃったなってなるだろう。それはおばはんでも別に泣いたら泣いたでも、あ、もうごめん、そんなきついこと言うつもりはなかったんよ。泣かせてごめんなってなるパワーあるよ、やっぱり。なるっしょ。絶対許さん、ばば。お前、もう、許してやって、そこは。そう、おかんみたいで辛い。そうそうそう、こっちこっち、なんかやりたいとか、やらせてくれるとかじゃなくね。歳が倍のパートのおばちゃんしかって泣かしたの、今でもトラウマやってなるやろ？泣かしたくないんよ、基本は。おばはん許しちゃって。で、女は女の涙に厳しいっていうのは、だって自分もそういう風な使い方するからな。許してもらうために泣いたりするもん。おばはんが泣くまで、殴るのをやめ、殴るなよ。そう、男の涙見たら一気に冷める、ドン引き。まあでもそら、毎回泣くような女っていうのは、また泣きょるってなるけど、たまに使う涙っていうのは、もう効果絶大です。たまに、もう何回もいつも怒られよって、そんでまあ、半年目にして、さすがに、うーって一つ涙を流すやろ。そしたらもう向こう言えんくなるからな。泣かれたらな、こっちも後味悪いしな、みたいな。男でも泣きたい時に泣ける価値観、広まればいいと思ってる。ほんま広まったらいいと私も思うよ。けど実際、仕事で、男がな、何々くん、この書類間違っててそれで大損害に出たんやけど、どないしてくれるんって社長がブワー怒った時に、うわ、社長ごめんなさい、うわー、ブワーって泣いたらもう、な、人として見てくれんようになる。うわ、こいつもうあかんわ、つって。窓際でもずっと、そいつにだってもう泣いて責任逃れしようとするような男って仕事任されへん。無理無理。無理ですよ。死肉の蓋閉めといてって言われてみんなの前で泣いてたらしいです。それ病気やん。蓋閉めろよ。そう、だから、まあ、泣きすぎるのは良くないよ。要所で使うな。泣くことで何かを許してもらおうとするのは、女にしか許されてない、まだ。辛い時は別に泣いていいけど、
涙を責任逃れに使ってしまってはいけない。田中さんはずっと残ってねって、残るんすかね、お給料、お給料は残ってもいいよ、お給料はちゃんと出してよ。知らん、だって、多分ノイジーぐらいしか多分誘ってくれるとこないしな、そもそも。ノイジーが残らない可能性も全然あるからね。そう、お給料、ちょっとね、振り込まれてなくて、もう、まあ、土日はちょっと待ってみようと思ったけど、今日月曜日になってもまだやから、今日の日付が変わるまでに、今回ったらもう一回 LINE する。5円で給料になると思うなよ、外事がほんまに。俺は小銭しか投げてこんやつは帰れ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 小銭しか投げてこへん、ほんまに。何ヶ月才能されるかチャレンジしてみる。ついに半年が経ちました。元気でしょうかつって。いくらかは言われへん。いつの間にかノイジーがなくなってて戦争が終わったことに気づいてない兵隊みたいになる。今もしかしたらそうなんかも。ノイジーってもしかして終わってた？どうしようねえ、どうしよう。炎上期間中にサブスク稼げってことかと思った。まあ、でもどうなんでしょうね。私もこんなん言ってるけど別に何も言われてないしな。今日絶対には振り込みなら。そうなん。あ、え？そうか。そうよな。さすがに高飛びされたら、まあ、でもどうだろうね。なんかもう拾ってもらった音的に、もう少々いいかってなった方がいいのかな。もう私もちょっとわからへんわ。ちなみに、その、多分契約書まだ巻いてないから、ノイジーじゃない説ある全然。あるかも。北海道の業務スーパーも給与未払いで社員ストライキらしい。なんかさ、アマゾンもさ、アマゾンプライムデーくらいの時にさ、なんか社員ストライキとかしてなかった？なんか頼んだやつ届くめちゃくちゃ遅くて何とか思ったらニュースが出とったけど、それも未払いとかなんかな。そうよね。だから多分無理かもと思ってるよ。けどまあお世話にはなったしな。別にまあそんな怒ってないっつか、まあ大変やしな、もうちょっと待つかなみたいなぐらい。ストライキしてた横浜の業数破産した。するわな。業務用スーパーって業数って言うよな。言うよな。言わんとか言っても知らんけど言うよ。言うよ。業数です。あ、よかった、業数。え、そうですよ。私業務委託やから、失業保険も出ませんよ。終わってるよ。誘導社員が入って、え、田中だと契約期限切れてね、払う必要なくてラッキーって、説ある？もしかして。あるかも。あいつどこにも所属できんから、別に金払うんでもおるやろって思われてる説あるかもしれない。業数。なーに？業務用スーパーちゃん。L。はい、猫見せます。私のファンはね、40歳くらいが多いんじゃない？おっさん。基本、おっさん。私の主なリスナーは、ちびのおっさんとか、そうやな、なんか離婚して寂しいおっさんとか、あと多いのが風俗嬢。風俗嬢。と、あと、暇な時間にラジオで流したい専業主婦かな。ここら辺が多いと思う。そう、あ、子持ち主婦とかね。私のファンは、おっさんはおっさんやな。ハゲも多いね。ハゲとかスキンヘッドか。スキンヘッドが多いね。スキンヘッドが、女はね、みんなやっぱ綺麗わよ。風俗してますとかカミングアウトしながらとつってくるやつおるけど、まあ、みんな綺麗わ、やっぱりね。風俗嬢だったりとか、あれやな、なんかチャットレディやってる子だったりとか、まあ普通にバリキャリで働いてますみたいな子もおったけど、まあそんなに数はおらんかな。41歳、チビデブのハゲメガネです。まあこういう複合系ももちろんおるし。社会人チビ、発球オタク、音ゲーマー。29歳、チビ、腹で脇が息草、息でき、いや、こっちが息できない。ごめん、こっちが息できないんで。早く死んでどうぞ。早く死んでどうぞ。一般会社員の既婚女か。まあ、既婚女か。なんかね、独身女ってあんまおらんかも。既婚女が多い気がするね。おーちゃんお疲れ。おーちゃんは医者。医者で、医者やけど、でも、コミュ力なさすぎて、開業してないから、勤務医。で、医者ですけど、そこまで稼いでないですって言ってた。高校生の息子がおる。高校生の息子に、私の配信を見てることをアピールするかどうするかを悩んでるらしい。まあ、みんなせん方がいい。私もまあ、でも私は、もし、カミングアウトして、受け入れてくれたら、一緒にライブ来れるよっていう話をした。ライブ？イベント来れるよっていう話をした。私を下に見て、マウントを取って、越に来てある層はどれくらい？ね、どうだろうね。まあ、最初は、私がその、頑張って金を稼ぐ姿を見て、頑張ってんなーっていう風に見下してみる人も多かったと思うけど、
今はどうなんだろう、なんか見下してみるには、なんか若干その、なんてチームとか入って調子乗ってるから出てきたから、そういう人はもう結構離れてしまったような気がするね。なんか、前ほど下に見づらくなったな、みたいな。もうあんまもうおらんくなったかなと思う。まあ、おるとしたら、でも田中だって結婚できてないよね、みたいなことをたまに差し挟むぐらいじゃない？でもいける。この前私のラジオイベントマジで下ネタしかなかったんやけど、10歳くらいの女の子連れてきとるやつおったな。お前児童虐待やぞそれとか言ったけど、来とったよ。その時なんだっけな、なんかあの花びら大回転のお店に入ってみるとかいう VTR 流しとったのに、マジで児童虐待や。そう、なんかこの会場の中で最年少がいますとか言いながら、なんかちっちゃい女の子がこんなんしてて、お前そんな女の子連れてきて、おい児童虐待やぞそれ、おいやめろよほんまにって、耳を塞げよとかイベントで言ってた、確か。私が。ひどいよ、ほんまに。トゲ抜き地蔵抜き抜きありですか、そうそうそう。まあ、子供意味わからんと思うけどさ。ほんまにあかんと思う。え、ほんからラジオイベントもうやるんか、なんかもう疲れたからな、前の。あとやっぱりラジオ局はさ、あんまりお金がないからさ、そう、そんなに金にならんけん、次フォイ君呼ぶのはちょっとはばかられるよな。誰呼ぼうかな。その、10万とかで出てくれる人いますかね。10万とかで出てくれて、みんながあーって喜んでくれる人っているかな？誰呼んでほしい？じゃあ。石川さん呼ぶか。ドグラさんはな、なんか言ってもな、あいつは芋を引いて出てくれへん。のびさんはありやな。でも10万で、のびさんも10万じゃちょっと厳しいかな。あ、そうなんや。私も石川さん好きよ。おもろいし。三毛猫来たらおもろいな。誰かちょっとオファーかけといてや。三毛猫来たらさすがにおもろいやろ。沖縄でも話がそんなにおもろいタイプではなくない？キャメイが来てもおもろいな。あいつ縛りつけてみんなで斧投げせえへん。三毛猫よ、誰かオファーしてきて。でも10万で出てくれへんやろ、三毛猫絶対。10万じゃ厳しいわ。いやー、その仲間のイベントなら金いらないとか、そういうのが良くない。フォーエ君は。もう、その仲間でも、仲間内でも、もうちょっとちゃんと金は取った方がいい。私もなんかいらんって言ってくれたけど、毎回ちゃんと払ってるよ。超頑張って20かな、ラジオイベントだったら。出せて。ゲンはね、今もうどこに生息してるかわからんけど、九州で、めっちゃ太ってスロット売ってるとこは目撃されてる。そう、仲間やからこそね、そこはお金もらっとった方がいいんやな。私もそう思う。脇くん全然いいんやけど、10万でいけるんかなっていうのと、あと、私脇くんと、まあ、フォイくんとはまだちょっと話したりもするけど、脇くんと話すことってほぼないから、なんか、どうも、みたいな感じになっちゃう気もしてるね。ゲンさん、めっちゃ太ってプリプリになってるらしいよ。そうじゃ、吉野爆弾聞いて、なんか外録チャンネルから今日 DM 来とって、あ、インタビュー出てくれませんかって来とったよ。多分これね、ほんま吉野爆弾の応援なんちゃうかな。おかげつか外録チャンネル出てほしいって言うかあれやけど、多分そうやで。いや、来てたよ今日。で、出てほしいマン、みんな見たい？見たいんや。ほんな出るか。いや、まだ返信してないやけど、外録行くか。外録チャンネルっていうな、有名なチャンネルがあるらしいよ。あ、そう、前回確か石川さん出てたと思うよ。なんか石川さん出たんだったら俺も行くかみたいな気持ちはちょっとあるね。あ、まあ無敵ではないけど近い、もう無敵みたいなもん。こう、どっちかというかそう、無敵みたいなもんな。無敵みたいなもんです。ギャラはないんじゃない？多分ないと思うよ。やっぱみんな結構好きなんやね。インタビューしてるやつ外人っぽいよ。でも、うちのリスナーもまあ外人ばっかりやしな。なんかそこまで外人を気にすることはないかな。ギャラなしは厳しいって。いや、まあ、ギャラなしでも出る価値があるかどうかですよね。インタビュアーがそんな嫌なん？そうなん？あ、わかった。ジョージです。まあ、プロモーションとか、今、まあ、いろんな人に知ってもらうみたいな意味で出るかどうかでしょ。いろいろ事細かに聞けますけど、大丈夫ですか？いけるよ、その、だって私もう事細かに喋りすぎててさ、最近も。もう何も喋ることなくなってきたもん。何聞かれても何でも言えるよ。持たざる者に刺されないように腹にジャンプ入れてけ。でも、いつどこでほらやるとかはさ、言わんけん。いけるやろ。でも新規いるかって言われたら別にいらんのやけどな。もう新規いるかって言われたら、私、正直な話、もうサブスク限定とかでさ、自分の小さな世界で信者を集めてさ、なんか小さくやっていきたいなぁ、みたいなことを考えてるからさ。なんか、田中さんの壮絶な人生を聞いて、気になるなと思い来てみましたとか、なんかキラキラしたやつに来られたら困るねんな。配信でもなんかうんちがとかお尻がとかしか言ってないのにな。新規が増えるかどうかってもう分からん。増えるんかな。
あ、でもリアルスナックちょっとやる方向になりそう。で、これも聞こうと思ったよ。リアルスナックなのかな？やりそうなんや、多分やれそうなんやけど、スタッフを、その男も女も入れるミックスバーみたいな感じにするか、まあそれとも女だけにするかっていうので、今ちょっとどっちがいいですかって言われてて。どう？男もおった方がいい？あ、でも、会員制かな？会員制にして、そんな大きくない感じにして、で、私が刺される可能性もちょっとケアするみたいな。でミックスにしたら、例えば男の日と女の日で分けんねん。だから、火、木、金は女の日。で、水、木は男の日みたいな感じで、そう分けてこれるようにするの。男は、まあ、おもろいやつを咲かせたらって言うけど、むずいかな、やっぱり。タヌガワさんのリスナーで面白そうな男の人とかいるんじゃないですか？イケメンで面白い人って言われたんやけど、おもろいやつは確かにおるんですけど、例えば40歳、砂壁の家に住む独身男性、小汚いとかでも店に立っていいですかって言われたら、え、いや、え、って言われてさ、リスナー、さすがにリスナーだと面白いやつはおるけど、店に立たせれるような見た目のやつがマジでいないですって言ったら、っては言ってたね。厳しいよな。ほんまガーネットみたいな砂壁の家に住む独身男性を立たせたかったんやけど、さすがに見た目がちょっと無理かなっていう話になった。接客やけんやっぱり面白いとはいえ汚いおっさん立たせても意味ないよなっていう。じゃあやっぱり女だけか、男を立たせるやつ探すんが難しいわな。ガネシは面白いけど、ほら。ちょっと臭いし、砂壁やし。女でいっか。ほんな女やな。まあ、でも多分やると思う。今んとこね。ブスのジジイは黙っとけよ。50歳の障害者が働くことすんな、ほんまに。女向けのスナックは私が作ったところだろ。別にさ、私の配信聞よる子ってさ、話すんとか、話聞くんが好きな子やけん。別にまあ男女関係なく、女でも来るんじゃないかとは思ってますよ。厳しいって。本当に厳しいって。単発じゃなくて、普通にスナックやるかなって話。いや、そんで、募集しようと思ってんのよね。リスナーの中から、キャストの女の子募集したい。私結構ジョージ好きやからね。え、でも、言われたんが、支店長みたいな、支店長って、支配人か。支配人みたいな感じ支配人みたいな感じで、男置いた方がいいんじゃないですかって話をしたんよ。まあ、悪い奴とか来た時に追い払ってくれるような、支配人とかいるんじゃないですかって言ったら、あ、ダメで、そういうのは、もう経験上置くと、絶対店の女の子に手つけるんで、もう一番偉いのは田ぬかなさんにして、男は入れない方がいいですって言われた。そういうとこでも、支配人とかになると、まあスナック、ヒエラルキーの一番上になってまうから、やっぱモテてしまって、女と絶対どうこうなってしまうらしい。配信 OK のスナックを常設して、色物配信者たちから金を集めればいい。配信 OK、まあ端っこで配信できるようにはしようかと思ってるけど、誰がやるんだろう？私がやるんかな？だって、変なおっさんとか追い払ってくれたら、え？素敵トゥンクってやっぱなるもんね、女の子。で、一応、用心棒が、オーナーかな。オーナーがさ、割と屈強な感じなんよ。屈強、まあ、屈強。でかい。でかい。なんかムキムキっていうか、ちょっとデブ寄りかもしれんけど、ちょっとオーナーが、こう、でかいがたい系やから。で、店の近くに、もう今日構えてて、いつでも行けます、みたいな。なんで、まあ、そもそも会員制にするから、そんな変なやつはこういうようにしますっていう感じ。ほんで、ゆかりも出勤させる。ゆかりも、行きますって言ってたから、嫌かもしれんけど、出さす。会員の条件つ、まあ、まず、予約制か。予約制と入れん感じにして、で、会員になるんだったら、まあ、一応身分証とかもらってって感じかな。で、都内、新宿かな、多分。山手線通り新宿の方が、みんな来やすいから、そのあたりにしましょうって話。いや、ほんまに私も、小汚いちっちゃい店で、ほんまは、そうやな、高田のババアとかが良かったんやけど、いや、新宿の方がいいと思いますって言われて、あ、はい、みたいな。詳しくないからな、はいしか言えん。で、風営の許可をどうするかって言ってたな。なんか隣に座らない形態にして、朝5時とかまでするようにするのか、隣に座っても OK でも1時までにするのか。1時、12時、どっちだっけ。どうしましょうかって感じ。ちなみに私もたまに立つよ。最初の方は、まあ、毎日立ってほしいとは言ったね。ちょっとだけ、最近、酒飲む練習はしてるから、ゆかりの歳を聞くな。カウンター越し朝までの方がいいよな。私もそう思う。とか、取っといた方がいいんかな。どうだろうな。まだ場所は決まってないよ。
キャストの送りがあるから朝まで呼ぶ。なるほどな。で隣には座られへんけん。あとデュエットもやったらあかん。ドリンクは、まあ、20分に1杯目安ね。マナーとしてね。じゃあ、もう2時間足らないけど、まあいいでしょう、今日は。これくらいにしとこうと。まあ多分、できるかもぐらいで考えとってください。誰、レイドを誰かにしようかと思うんですが。あ、ゆかび言ってる。あ、ゆかびやってんの？ちょっと待って。ゆかりやってるってこと？ちょっとフォロー。あ、ゆかりやってんじゃん。で、ごめん、ちょっとゆうさきじゃなくてゆかり行くわ。ごめん、ゆかり行くわ。では。